何言ってか分かんない。はい、今回もチャンネル登録お願いします。これアップしてる時にはもう1000超えてるかもしれない。超えてんな、ちょっとね超えてほしいな、みんなよろしくこれです。これめっちゃおすすめでね、もうねこれ工場泣かせで、本当に工場をミスったっていう初めての、これちょっと後ほど説明しようと思うけど、はい、工場がミスったら力作っていう、ね、そうですね。でもねこれね再販できない、あー今回限りっていうやつなんですよね。紹介するのはこちら、うさまるプルバックか。うさまるのプルバックか、物がこういう感じなんだね。でかでかいでしょ。もうこれリアルにトイザラスで1800円のやつだよ。いやこれ売ってるよね絶対ね、うん、これ仕様が今回で引いてこういうやつなんだけど、はいはいはい、これって普通じゃん。これはね俺の望んでなくて、実はこれってこれ取れるの、これこうやって、おおでここの後ろに金具がついてる、でここの中に磁石がついてる。なるほど。でこのプルバックを引いて、でこのうさまるを乗っけると走りやすく、すげえこれいくよ、こんな感じ。すごいこれ。いいでしょ。下に磁石があって、はいはい、本当だ。それが浮くの。そうすると浮くことによってプルバックのスイッチが入る感じ。入る感じですね。へえ。でね、なんつってもサイズが大きいんだよ。なんつっても。うん。これ普通のガチャガチャで300円ぐらいです。クマさんのサイズ見てよこれ。マジで。てかそっか。これカプセル入る。これマジギリギリ。これちなみにセットで入ってるんですよ。すげえそれマジで。わかるかな。カプセル70フォアのやつだけどパンパンだから。すげえ。ほんとギリギリもう、うわー。で今回その工場泣かせっていうのが、工場の今回見積もりがこれが1個で300円だと思ったの。種類が6種類だと思ったの。なるほど。けど本当はこれなの。なるほど、全部1だよってことですね。だから本当実際多分これ、まあ、300円で300円で600円とか、まあ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 、これ今回本当になんかもう最後にしてって言われて、間違えちゃったから作るけど、あいや間違えないでって感じだけど、まあまあまあ、まあ、いい方向ですいい方向ですいい間違えだった、いい間違えだった。これはね、だからこれは本当ぜひ買ってほしいなみたいな、はい、で普通になんだろう、プルバックさせなくても置いても可愛いし、かわいい、うん、これって実際にうさまるが乗ってたやつなんですよね。あ、そうそうそう、そうそう、ね、うさまるが乗ってた車を再現してる。そうそうね、だそれがあったからこの仕様と結びつけたら面白いなと思って。なるほど、なるほど。そうでプルバック作ろうかなと思って。いやこれはすごい。最近うさまるのこの車に乗ってるぬいぐるみが出たんだよね、うんうん、それも結構なんか好評だったみたいで、はい、やっぱかわいいね、うさまるが乗ってる。かわいい、うん、めちゃくちゃかわいい。これだってプルバックしなくてもいい。そうそうそう、だから置物シーンだよねマジでしなくていいって。しなくてもいい、ね、別に磁石とかこんなのつけなくてもいいんだよ。これで可愛いじゃん。そうそうそう。本当これ多分一番うさまるの商品だから多分一番いいんじゃないかなって思って、うん、これはすごい、うん、なんとこれはいくらで売るんですか。400円。やってーい。じゃあ単純に200円200円っていう考え方でよろしいですか。そうなんだけど工場間違えちゃってから、そうそう、ね、多分300円400円ぐらいだと思う。なるほどなるほど。そうだけど下のベースも高いから、これありものじゃなくて1から型をこうしていくらしいから、うん、何回も試作してたんだけど、これクマさんが重すぎて、これなんかウィリーみたいなさ、ああなるほど、どうしようかなと思ってタイヤのサイズをワンランク大きくして、重心を前にちょっと重くしたの。へえ。だから一応これも動くでしょ。すごい。これさっき動かなかったの。クマさんが思った以上大きくて、あこれウィリーになっちゃったわ、やっぱりけど速いから。そうそうそう、すごい楽しいこれ。速いんだよこれこれはこれ面白いよね。ちょっとで、クマさんだけ重すぎて、少し他のキャラとはスピード感が違う。多分他の方が多分速いと思う。ほら、速い。うん。普通には飛べる。あ、いいね。これすごい楽しいよ。いくよ、ゴー。シュー。すごい。うん。結構出たんだ。いいね。結構まっすぐ進むと思うから。出来はすごくこだわって作ってるんで。すげえ。うん。これ絶対買った方がいいですね。そうなんですよね、これ。これね、今ちょっとね、12月末で一応発売は決定してるんですけど、うん、ちょっとね、趣味の関係遅れるかもしれないので、なるほど、はい、最近ね、クマさん入れてほしいっていうか、必ず一応はクマさんを入れるには、はい、そうしてるんで、はい、これはね、本当にすごいですね。で、これ、はい、400円5種で、はい、12月末に発売させてもらうんで、まあ、今回紹介させてもらったのうさまるのプルバックかでしょ。1800円ぐらい